今日そのミッチーの家に行った時リフォームしたの？あ、そうですよ。なんか私たちが入ってきた頃のミッチーと今のミッチーなんか印象違うんで、ちょっと過去のミッチーやばくみたいな感じで、でまあおしゃべりして、でちょっと部屋も漁ってヤバいもんが出てきてみたいな感じで、まさかの行ったらなんかおったの？なんか女の影が、女の影が嘘。はい、隣の部屋に絶対いましたね、あれは。お前なんか聞いてんじゃないの？いや、僕聞いてないですね。いや、なんならあれから聞いてもなんかすごい堅くなにはぐらかしてくれてるから。マジ？マジ？どんな感じだった？いや、顔とかは確認しないんですけど、声が聞こえたんだよ、女の人。いや、俺顔は見てんだ。多分あの子でしょ。違うのかな？違うことだったら分かる。 YouTube であれモザイクかけるわからんか。そうですね、私ちょっと、はい、モザイクかかる前は分かんないんですけど、ちょっともじもじしてるもんね。ちょっと男は欲しくなってきてるんだけど。どういうことですか？これ、キングダムグルー見立てて。ごめんなさい、ごめんなさい。で、何時ぐらい？1時ぐらい。1時ぐらいですね、はい。1時に、はい、休日に、大体俺も職人やってたら分かるんですけど、やっぱ休みの日ってもう昼ぐらいから寝てるから、はい、昼ぐらいから出て夜来てるからまだ分かるの。ああ、友達とか。でも1時にそこに女がおったってことは、はい、はい、俺も確実に泊まってたのかな。いや、思いますよ。だってミッチーも12時に起きたって言ってましたもん、今日。だから泊まってると思います。これあかんやつだな。その女の子の顔はない、もう 寝起きみたいな顔しとったの？化粧しとったの？私顔見てないです。顔見ないけど、はい、声の感じは寝起きっぽくなかったんですけど、違う部屋にいます、はい、撮影の部屋とは。あ、マジで？はい。あいつらも YouTube やってたけど、もしかして AV チャンネル作るんちゃう？YouTube なんですかね、そもそも。違う部屋じゃん、無視でアドレスサイトで、まさかの視聴者の皆さん、今も現在4時半なんですけど、まさかの1回目2人で突撃したのに、はい、まさかの4時半、これからまた俺が突撃しちゃうから。2回も突撃しちゃう。2回も突撃、1日で。で、俺はもうとことん行くねんよ、お前。お前喋れって言って、ウィッチが喋らないと、その女に対して行けない。ちょっと行ってみようか。さすがにちょっとリーちゃんも今日仕事もあるんで、あれだってことで。はい。もう大丈夫なの？今日。僕大丈夫です。まあ、いける。まあ、リーちゃんちょっとじゃあつけてくるわ。はい、行ってらっしゃい。まあ行きましょうか。はい、レッツゴー。行きます。エンジョイ。でもどんな感じだったの？本当に全然わからん感じ。お前ら二人行って人影はあるなみたいな。あ、喋ってないんだ。じゃあ、喋ってないです。そう、はい。男だったらどうしましょうね。相手が、はい、いや、それはないでしょ、あいつ女大好きだもん。まあ、男がもしあいつ好きだったら、はい、多分もう俺に手出しとるって。俺のチンポも加えてる。ポコちゃん、ポコちゃん、ポコポコ、ポコリン、社長のポコちゃんが大好きだもんって言って多分言ってるよ、あいつ 100%。 お、結構いいとこやん。いや、俺がピンポンしてるんだ。俺、マジで俺、こんな。はい、あ、すいません、あの社の者の、あの社の会の加藤という者なんですけれども、あのちょっと荷物が間違えて届いちゃったみたいで。はい、あ、名前書いてありますか？はい、名前なんて書いてありますか？あ、寺道って書いてあります。あ、僕ここ好きですね。好きですね。いいじゃん、早く開けろお前。おい、どういうあれですか？ちょ、お前なんか友達今日おるらしいじゃん。いないですよ。あ、いないですよ。そう、つくなんて。いや、マジです。ちょっと開けますね。うん、ごめん、開けるって。いや、多分今押し入れにぎゅうぎゅう詰めします。で、開けろ。こんにちは。こんにちは。2回目やん。今日2回目。女おった？おんの？いや、いないです。嘘つくの？おい、マジですよ。
お世話になってます。向こうの部屋もある。お世話になってます。はい。マジで？だって何が？はい。部屋広いじゃん。こっちはっすね。どこにおんだってお前。いないです。お前。いないです。どこだってお前。いないですよ。本当いないです。嘘つくな。さっきまでおったんだろう。はい。お前だいたい着替えとるやん。はい。着替えとるやん。はい。さっきはこの格好。いや違いました。こんなとこ入らんだろう、さすがに。そう、どころ誰、はい、これのやつ、いや、なんとも言えんすね。はい、やめてみよ。これが元気だ。おい、こいつらで見たらもね、むしろサクサに負けてこうやってパパチしてくれるわけだ。お前なんで見合いなの、今日見てないです。じゃあタイミング悪くなんかデリバリーヘルスなんでるときに来たの。デリバリーヘルス来て、来て、はい、もし本当にデリヘルだったら、はい、喋らんでしょ絶対。存在完全消すでしょ。でしょ。殺す。何がおった、はい、何がおったのマジで。物受け立ちっす。何がお前、これなの完全に女でしょ。だってゲームセンターですね。ゲームセンターです。でこんなこいつが一人でだって UFO キャッチャーとかやらんだろう。怪しい。怪しいでしょ。なんでお前 UFO キャッチャーなんかやるんだって。これおかしいな。これ UFO キャッチャーだろ。UFO キャッチャーです。なんでお前が UFO キャッチャーになるんだろう。いや、もう一人で行きます。いや、好きが食った後に一人で。じゃあ、これお前の、はい、何、あの子が、何、取ったやつ、社長、ずっと注射です。コロナになるわ。さっきの注射って言われて。そう、マジで？うわ、最悪。コロナになるわ、俺。はい。リゾートとかチェックしたの？しました。何も入ってないですよ。何もなかったです。はい。いや、お前これ自炊しようだろ。はい。自炊しようだろ。自炊してますよ。わかるんですか、もう見た感じで。わかるわかる。いや、だってこんなんだってさ、もう天ぷらとかあるんだよ。パン粉っすね。絶対お前が作れるわけねえよ、お前。じゃあ、あれですか、これ、トミックとかこれ、全然、これ、違ったらシャレなんですか。あ、違う、これ、嘘つくな、お前。これはどう、これ。これ、確実に女でしょ、これ。いや、それ僕ですよ。僕ちゃんは、いつもの時代です。ワンセットしかないですよ。ワンセットしかないですよ。で、女いないですよ。あ、女の味すそれ、パーンと逃げるそれは、これはまずいよ。分からんな、女の下着とかね。はい、ないっす。もう絶対隠したろ。はい、だってこの辺になんか絶対かかっとる。普通に考えたいな、怪しいけど、限りなく怪しい。大丈夫、ん、はい、怪しげなものにつけました。違う、それあれですよ。あ、これあれじゃん。挿入する前にチンチンのやつ。お前それローション違うでしょ、これ。はい。あれでしょ、美容液でしょ、女が使えるでしょ、皮膚科とかでもらえるでしょ。俺、アートピーだもんな。ペペの最上級っす。ペペの最上級が絶対知ってるから。ペペゴールドだって。そうそうそう。ペペプラチナ。でもおったんでしょ、本当におったんでしょ。おった。人影はありました。喋ってないの、声は聞こえた。男か女か分からんの、女っぽい声でしたけど。まさかのエロビデオじゃないの、お前見とって。真実でお前が。真実でエロビデオ見とって、こっち来たもんね。ケツの音小さくしとったもんね。でもなんか遠くで。じゃないの、でもこれは怪しいけど、なんかないの。ねえな。枕元にティッシュがある時点でも怪しいですよ。なんで知らない、なんで取る時点で素早く取れる。怪しい、怪しい、なんもないっす。布団が、なんこれ、はい、なんこれ、女もんですね、これ。じゃ、女もんで、なんならショーに聞いてみ、これショー毎回寝とるね、これ。たまに来たと思ってショーが寝とると思うんだ、大体。なんも証拠が出てこんな。なんもないっすよ。ないっすね。なんでこう。これ怪しい。これ女じゃなかったら逆にまずいぞ、お前。これ男がこれ言ったら。これもありますよ。オンビだよ、さぞ、これ、お前。これ消えハワイ行ったね、ハワイ行った。
ちょうどいいですよ。ちっちゃいでしょ。明らかにちっちゃいでしょ。あ、乾燥機もあるそう、全部男なんですよ。僕のサイズだね。あ、アイお前コンタクトおかしいよな。いや、違うです。僕あの、本当に一回鉄粉刺さったんですよ、目に。そうっすね。みちくん、櫛とか使うんですか。はい、櫛とか使うんですか。これそれ、いや、それ違うんです。櫛じゃないですよ。靴磨くやつだ。それ、なんかシャレなんです。なんかシャレなんです。これはい、それはまずい。それはまずい。それはまずい。家にたまに遊びに来ることがあるんですけど、その子の歯ブラシかもしれないです。女の子？はい。うわー。じゃあごめんなさい。じゃあ喋ったら喋ったら。いいよ。それはまずいです。はい、大丈夫ですか？大丈夫してるんですか？じゃあ、これはまずいです。これはまずいです。まあ座ろうか、じゃあ。はい、座りましょう。あー、だー。素晴らしいですね。ぶっちゃけ本当に付き合ったの？あれ、あいつと。あのこと週3、4で会ってるって言ってましたね。あ、マジで？本当に？週4会ってるのはきついの、経営者は。現場は作業であって、経営者としての仕事はそっからじゃん。はい。5時からだろ？はい。うん。ってことは、お前はもう そっからもう女と会っとっては、そうですね。その2、3人でやっていくならいいんだけど、はい、そしたらもう若い人にも失礼だよね。まあそうっすね。せっかく自力でくれてる子があって、はい、で、まあ女にボケて、はい、そっから経営者の仕事だろ？それまで作業じゃん。作業です、うん、でそれはいかんのじゃない、お前が本当に女をどうかしたんだけど、まあ、その女今度会った時にポチポチに言ったけど、俺のお前俺の奴隷と何勝手に付き合ってんだよ俺5時から仕事させろやつさせろやでべ俺の奴隷だろ言って買ってきてんだよこいつ買ってきてんだよ、よそ様のもんじゃねえんだよってもう顔がシュンだよまたでもすごいいい子だけどね、はい、まあ、これ視聴者の皆さん、あの冗談半分で、まあ、その子自体はまあ付き合ってるか付き合ってないかこいつも似顔してるけど、はい、まあ、めちゃくちゃいい子だ、その子が見てるんだったら、はい、まあ、本当にいい子だと思うからちゃんと喋ろちゃんときっちりちゃんとそのことについて話そう、そうですね、はい、な、はい、はい、じゃ あ、はい、あちょっと終わる前に1個、あの外気塗装のマッチング、今さ、その視聴者にちょこっと 3% から 5% ぐらいって言ってたんですけど、本当にね、今業界がなんか最高2000人業者が集まったら塗装屋さんが一番マッチングとしては大きいらしいの、はい、で普通はそのマッチング会社っていうのは IT 企業だからそのこと全く知らないやつがやってるから、はい、もう業者集めにしてもイベントでは何だってしたら結局広告宣伝費ってかかるからピンハネ料金が 20% から 30% が業界平均って言われてるんだけど、はい、まあ、十分 3% から 5% でだって業者が勝手に集まるんだから、あーそうですね、でもう間に電話行ってそのよくあるマッチング会社は電話でさ、俺もテストでさ電話したことあるんだけどさ、はい、そうするとやっぱいやとりあえず見積もりだけでもいいですよ、やんなくてもいいから、あそれって紹介料だけで1万2万取るから、ね、でも5社に振ったら5万円じゃん、はい、1万5千円だったら7万5千円じゃん、はい、でそれ1件に対して100万の更新に対して紹介しただけで7万5千円、はい、でさらに制約手数料 10% 持ったら100万の更新17万5千円入るわけじゃん、はい、マッチングでしょ、で 17%、はい、17.5% でしょ、そんなこれ契約しんかったらそのまま7万5千円になるじゃん、はい、だから 20% から 30% って業界で言われてるんだけど、まあ、俺はもう一切電話とかそういう必要以上の営業はかけない、はい、でその代わりも業者も全部一覧出すつもりでおるんで、だからもう直接連絡はもうこっち金取らないみたいな、はい、普通マッチングのサイトって業者名できないんだよ、はい、直接電話するんだよ、だから、はい、されたらだってピンハネできんじゃん、あ、そうですね、うん、だからまあそのピンハネって言葉は悪いけどそれがビジネスモデルだからもう 20% 30% 取らないとやれないと、広告宣伝費とか客集めるのって結構費用かかるから、はい、うん、だけど、まあ、うちはまあ 3% から 5% っていうのはこの YouTube でお金もらいながら宣伝できてるから、はい、うん、だからまあもちろんまあサイトの費用とか投資はしてるからちゃんと 3% から 5% でも十分利益出てくるんじゃないかなと思ってるんで、はい、ぜひあのまだ今登録業者集めてるだけで、もうあんまり一つの地域に増えると一回登録しとっても実際今さそのどこの地域がどんだけ集まってるとか調べてないから、はい、早めに登録してもうあんまりこの地域で多すぎる、要はお客さんよりも業者が多すぎるってなっちゃうと、まあ、今仮登録みたいな感じで登録してるからもう断る可能性があるんだもん、だから先行で入ってた人の方を優先しようと思ってるの、はい、だからまずは今登録しても仮登録みたいな方にしてるから早めに登録してくれて、もうその全国地域で、まあ、ある程度50社とか、まあ、ここはお客さん多いで70社とか、はい、田舎の方だったら例えば見積もり以外が月に1本2本しかないのに100社登録しとったらこの人たちがかわいそうじゃん、まあそうですね、だからそこら辺は後で調整ちょっと入れようかなと思ってますんで、
ちょっとまあ4月頭目標が、まあ、4月中ぐらいになるかなと思ってますけど、でそれまでにまずはその何もちょっと集計は取ってないけど、ジムがエクセルファイルだけちょっとバーって作って、まあ、どこの会社のどこっていうリストだけはちゃんと日付も全部取っとるから、早め早めにちょっと登録してください。で、本当に申し訳ないけどって後で断る可能性もあるんで、先行なんで、あの早めによろしくお願いします。はい、お願いします。では次はあのミッチーの彼女を捕まえて、彼女って吐かせてみたっていうところでしょうか。わかりました。それもうやらせじゃないですか。完璧やらせじゃないですか。付き合ってるだろ言って、ザッ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 付き合ってるだろ、ザッ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 付き合ってるだろ、それカッスはい、じゃあ視聴者皆さん、はい、まあ、ちょっと今日はとっ捕まえなかったけど、まあ、まあ次回必ず私が彼の真相を暴いてみようと思いますチャンネル登録といいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。戻りで、まあ、仕事はどうなの、順調なの。仕事は一応そうですね。あ、一応そうです。3月14日に受けの現場が一件始まるっすね。始まるんだ。はい、まあ、民間ですけど、うん、それ動画になってる。視聴者もそういうところも期待してんじゃないの、結構どう頑張ってるのかなって。それも撮ってるの。撮ってない。あ、撮ったか、前回全部撮ってる。3月ね、一件あるね。視聴者も、まあ、そこも気になるよね。コメントぜひ入れてくださいね。コメントを見ながらある程度制作もしてるんで、はい、ぜひその辺も見ながら、うん、まあ、またどういうふうに会社頑張ってるかっていうのを見たいなね、はい、やっぱ本当にまあ28区でみんなこういう年だと思うのは、やりたいな、やってみたいな。あ、やっぱ、経営者でも5人から10人になって10人で止まっちゃう人もおるじゃん。はい、もう大きくしずに、それこそ毎日女と遊んで結婚して落ち着いちゃった人ってどうでしょう。はい、そういう時にやっぱ28区で、まあ、これ以上ついていっても給料上がんないなっていう人たちが、まあ、そうだよ、悩んでる。そういう場所だよね。はい、俺がどんだけ行っても分かんないけど、やっぱお前らぐらいの年の同年代が優で、経営者も頑張ろうかなってなるじゃん。まあそうですよね、うん、と思います。はい、じゃあ僕もね、3月10日の物件とかぜひ紹介していきますんで、よし、帰るぞ。お疲れ。お疲れです。お疲れでした。これからもう俺が行くのか分からない、鍵ずっと開けとけよ。鍵渡していきましょうか。せやけどお前チェーンロックしたら入れない。確かに。絶対開けとけよ。俺が来てこの鍵開いてなかったらマジ仕掛けだよ。大丈夫です、開けときます。ちゃんと裏足場くんの分ですぐに入れてお疲れ。お疲れです。お疲れです。じゃあ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。